どうもこんにちは、セミの泣きがらです。今回はですね、ビバリウムとは何かっていうところから、ビバリウムの構想の練り方とかを喋っていこうと思います。まずはですね、ビバリウムとは何かですね。なんかいろいろあるじゃないですか。ビバリウム、テラリウム、アクアリウム、アクアテラリウム、パラダリウムみたいな、いっぱいあるんですけど、アクアリウムもテラリウムもアクアテラリウムもパラダリウムも、まあ、言ってしまえばビバリウムなんですよね。出てきた、かわいい。ですね、ビバリウムはその中に生きている生き物の、もともと生きている自然の環境を再現した空間。リウムっていうのは空間とか場所っていう意味があるんで、プラネタリウムとかも惑星の場所って書いてプラネタリウムですね。ビバリウム、まあ、ビバが生命ですね。名前がついてるんですけど、例えば僕が今作った中で言えば一番ちっちゃいのはこれですかね。普通にコケリウムとして作ったものなんですけど、まあ、コケテラリウムですね。ちなみにコケリウムはコケが主体のテラリウムということで、まあそれで言えばビバリウムではないかなと思うんですけど、ここにはね、偶然入っていたジムカデとかイスムカデが入っています、土の中にね。はい。なので、まあ、この中で生き物が生きているということで、これもビバリウムになると思います。なんで、まあ、一般的には爬虫類とか両生類が中にいて、その自然環境をケージ内で再現したもの、テラリウムとかパルダリウム、それらをビバリウムと呼びます。ビバリウムって結構かっこいいじゃないですか。例えばこの2つ作ったんですけど、ちょっとこれ今は外そうかな。こっちは 手掴みでコメガエル、こっちはオオバクチヤモリって感じでビバリウム作ってるんですけど、これかっこいいですよね。はい。ケージの中に緑があって、分解者もいて、植物と生き物の成長を楽しめるというね、環境ごと飼育している感じがあって面白いです。こっちも今照明ないですけど、岩を組んでね、岩石砂漠を模したケージとなっております。これでちょっと見やすいか。はい。で、こちらのレオパのビバリウム。ビバリウムって言っていいかわかんないですけど、これもまあレイアウトがしてあって、植物はないんですけどね、レオパが自由に動き回れるようにレイアウトをしたりとかして、言っちゃえばビバリウムですね。こっちもフェイクグリーンなんかを利用して作ってます。まあ植物入れた方がビバリウムっぽいですよね、本物の。はい。というわけで、これらちょっと憧れますよね。普通にキッチンペーパー1枚とシェルター1個、水入れ1個の飼育ではちょっと味わえないかっこよさがあるんですけど、これを作るにはということなんですけど、まず種類ですね。そこに何を入れるのか、そこに入れる種類を考えていきます。例えばモニターとかテグとかカメ、大型のヘビとかだったら、だいぶ大変なことがわかりますよね。植物も踏み荒らすし、土も掘るしみたいな感じで、できなくはないんですけど、制作費とかがバカ高くなる可能性があります。まあそういうところは考えなきゃいけないですね。レオパですら少し難しいですね。土を掘るので、この子たちは植物の植え方なんかも工夫しなければいけません。なので小型種ですかね、壁チョロ系だったり、まあ、樹状性ガエル、地表性ガエルも工夫によってはできます。あとちっちゃいヤモリとか虫系ですね。こちらにはですね、イスラエルゴールデンスコピオンのビバリウムがあります。こういった虫系もレイアウトを崩さないので、ビバリウムに合うと思います。ここには日本ヤモリがいますね。小さい種類なので、レイアウトを崩さずそのまま維持できます。まあ、種類選びも大事っていうことですね。すべてコメント返信しきれないほどね、忙しいわけでもないので、この子いけますかねっていう相談とかあったらコメントに書いてください。答えられる範囲なら答えたいと思います。はい。そしてですね、次はその子がどんな環境に住んでいるかを調べます。図鑑とかだったりネットとかでね、簡単に載ってると思います。乾燥系か湿潤系かのどっちかに分けられますね。例えばこの子、ゴマフウチワヤモリなんですけど、この子は圧倒的に乾燥系の子ですね。なので使ってる植物も多肉系で、床材も湿度を保たないやつも使っています。対してこっちは完全に多湿系ですね。植物や苔をふんだんに使って、下なんかには水も引いちゃったりとかして、使ってる床材は水苔を含んだかなり湿度を保てるものとなっております。そういったどういった環境に住んでいるかを調べますね。あまり情報がない種、例えば以前お迎えしたこちらのサソリですね。この子も日本名がわかんない種類なんですけど、学名にワイルドとかネイチャーとかつけたら、自然下で生きている姿がネットでね、たくさん出てくるかと思いますので、その写真とかを参考にね、作ってみればいいかなと思います。まあ、でも見栄え重視で床面に苔敷いてレオパ乗っけてたりもするんで、それはちょっと違いますよね。そういったところも見分けながら作っていければいいんじゃないかなと思います。はい。入れる種類と入れる種類の環境が分かった、まあ、ケージの大きさはその種類のね、飼い方とかに準ずればいいかなと思います。まあ、こんぐらいちっちゃいとですね、環境の安定が少し難しい
アクアリウムでもちっちゃいボトルアクアリウムとかって環境が安定しづらくて難しいと思うんですけど、それと一緒ですね。なのでなるべく大きい方が楽かなと思います。はい、この2つが決まったら次はレイアウトですね。このレイアウトも頭で考えて作ります。まあ一番簡単なのはこういう素材ですね。素材から決めること。いい素材があればいいレイアウトができます。もうこの1個だけあればかっこいいレイアウトが作れたりもするので、まずはいい素材に出会うことですね。もう悪い素材から作るのってなかなかプロとかでも難しいと思うので、自分がビビッときた、うわこれいいって思った素材、流木とか石とかをまず手に入れることが大事だと思います。でちなみにそれを作ることもできます。このケージが例ですね。これ後ろめっちゃ岩に見えるんですけど、これ発泡スチロールとペンキで作っております。ペンキは生物に使っても大丈夫なやつですね。あ、餌じゃないよ。ここはね自然の石なんですけど、こうやった形でバックグラウンドを作ることもできます。このなんだっけ、グラステラリウムなんかもバックボードはこれ発泡スチロールなんですよね。こんな感じで自然環境に似たように作るのも一つ手だと思います。その方が安いし軽いしいいんですよね。まあ、でも自然なもの、こっちは石を使ってますね。砂漠っぽい石と砂漠っぽい土を使って作ってます。ちなみにこれ1個で7キロぐらいあります。めっちゃ重い。そう、そういった利便性とかも考えながらレイアウトをしていきます。あとメンテナンス性ですね。ここにいる子ちょっと作り変えたいなと思っていて、作り変えるというか新しいケージ作りたいですねいい感じにできたなと思ったんですけど、メンテナンス性が悪いのと、こっちのこの大きさにしたい、はい、せっかくの樹状性なのでね、こちらのケージは他の子に使いたいと思います。まあ樹状性だから縦長のケージとか、地上性だから底面積大きく活動範囲大きくみたいな感じで考えるのも一つの手です。はい、でね、だいたいこんな風にいい感じにレイアウトができたら、次は植物植えるかどうか。まあ、植えやすいのはですね、小型のカエル、樹状性、ヤモリとかイモリ、うん、この種類だったら細かく植物を植えられると思います。この2つが一番例ですね。こことかいろんな植物を使ってかっこよくレイアウトしてやるんですけど、これも合う植物と合わない植物があるので、まあ、ショップに出向いてホームセンターのガーデンセンターとかがいいと思うんですけど、環境に合わせてね、多湿系の植物、乾燥系の植物、分かんなかったら店員さんに聞いたりとかして選びます。まあ多肉系は乾燥で、シダとか、まあ、大体分かってくるんですけどね、湿度系だなみたいな、そういった動画も出してもいいかもですね。植物別に植えなくても大丈夫だと思います。でも植えた方が自然感ありますし、バイオアクティブっていうねケージにできるので、まあ、推奨しますね。ちょっと管理がね、管理の数が増えるかと思いますが、割と簡単です。でさっき言ったこのバイオアクティブっていうのが、バイオがアクティブするってことなんですけど、例えばここにいるオオバクチヤモリのバムチですね、見えなかったけど、このバムチがうんちをして、そのうんちが植物の栄養になるっていう自然のサイクルをここで作るんですよね。それなんですけど、どうやってやるかっていうと、中にトビムシとかワラジムシっていう分解者を入れるんですよね。その分解者ごと育ててうんちして、分解者がそのうんちを分解して食べて栄養にして植物を育てていく。植物の枯れた部分がまた分解者が食べるみたいな感じで、人間は水やりと餌やり、植物の剪定、これで掃除しなくても良くなるって感じのバイオアクティブケージが完成します。海外ではエコシステムとか言いますね。多分この中でもねあると思います。でそれができそうならやってもいいかもですね。もう僕はほとんど湿潤系ならたくさんトビムシやらワラジムシやら分解者を入れてバイオアクティブにしています。そんな感じですね。意外と簡単ですよね。床材は何にしたらいいかとか、どうやって貼っつけてるのとか、そういった細かいことは全然喋ってないんですけど、基本的なビバリウムのこととか考え方とかを今回は喋っていきました。はい、今回全然おふざけしてないですね。結構真面目に喋ったつもりなんですけど、参考にしていただけたら嬉しいです。他にもこのケージ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 もどのケージも多分、これはちょっとわかんないけど、メイキング動画を載せてるので、そこでも参考にしていただけたらと思います。普通に見るだけでも面白いと思うので、ぜひ見てやってください。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、温かいコメントをよろしくお願いします。やっぱ緑があるといいですね。紹介し忘れてましたが、こっちにも地表性のヌマガエルが住んでいます。ということでね、ご視聴ありがとうございました。